till we make it the day to celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, we will see. Come with me, take the journey.怖くないよ。誰かな。
過ぎ去ったことは重要ではない。争いに意味はない。たまにはマジうちのとっておきを食らえ。この機会を逃さないで。星々が私たちの名を記憶してくれる。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。ついてないね。逃がさない。始めようか。礼儀がなってないわ。誰かな。星々が私たちの名を記憶してくれる。
後悔しても遅い。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。これで万全だ。争いに意味はない。誘ってないし、され うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。これで万全だ。生死虚実、一年の間、同天元気、勝負一角。後悔しても遅い。この機会を逃さないで。準備はいい？反抗、陽動、霊楽。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。手の施しようがないわね。痛くも痒くもない。
争いに意味はない。この機会を逃さないで。反抗、陽動、霊落。おやすみ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。手の施しようがないわね。後悔しても遅い。始めようか。悪い子ね。おやすみ。ステージを重ねるほど最高になるんだ。ことだったのね。
外でいじめられたのか？列車に詳しい者などおらんからな。列車の中に変なものがいれば俺にはわかるんじゃ。お前も一緒に探してくれ。絶対見つけ出すぞ。君も呼び戻されたのか。どうやらパムは本気のようだな。いや、俺は危険や敵意に敏感な方だが、列車の中にそんな気配はないようだ。銀河は広い。もしかしたら透明になれる生物がこの列車に乗り込んだのかもしれないな。わからない。パムも直感的に察しているだけで、詳しくは説明できないような。だが列車に関することなら、俺はパムの直感を信じるよ。キメコに言われて別の車両にいる。ここ
こは俺たちで十分だろう。あら、戻ってきたのね。お疲れ様。いえ、でもパムがあれだけ心配しているんだもの。列車の中に何かがいるのは確実ね。怖がる必要はないわ。見つけられなかったら他の方法もあるし、こんなことに時間をかけるのは少しもったいないけど、パムが悩んでいるのを放置するわけにはいかないでしょ。そうね、パムは請求列車にとても強い思い入れがあるから、列車に危害が及びそうなことがあるとすごく心配するのよ。だからあんたたちからも美月ちゃんに列車の設備を勝手にいじらないようにしっかり言ってやってね。車両を調べて変なところがないか確認してちょうだい。あら、戻ってきたのね。お疲れ様。何を言っているの？鏡？鏡なんてないじゃない。君も呼び戻されたのか。どうやらパムは本気のようだな。鏡？ベルトには見えないみたい。お前、何か見つけたのか？ここが請求列車なのか？ああ、自己紹介がまだだったな。私はガーデン・オブ・リコレクションのメッセンジャー。今後はこの列車に滞在させてもらう予定だ。よろしく。だから君に会いに来たんだ。説明させてほしい。ガーデン・オブ・リコレクションはアイオン・フリに付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄しミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。私がここに来られたのは、つまり君が記憶とガーデン・オブ・リコレクションの概念を認識していることを証明している。そしてその認識が
ガーデンのために複製のチャンネルを開き、直接君の脳に私を植え付けた。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念を認識しているな。言っておくが、ガーデンは泥棒などではないぞ。私たちの行動のすべては崇高な目的のためにある。さて、私たちはもう知り合いになれただろうか。壊滅によって宇宙が忘却の彼方へと追いやられるのを防ぐこと。たとえ物質が滅びても、それらが記憶の中に存在していれば生き続けていることになるからな。率直に言ってしまうが、許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。ガーデンは君の記憶を保存したいと考えている。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりはしない。貴重な断片を複製するだけだ。取引だとでも思ってくれ。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ、失われた記憶を呼び戻すことを望んでいる。ガーデンはその中から欲しいものを得て、物質や光源水を報酬として渡す。さあ、我が古き体の記憶に誓おう。君が失うものは何もない。忘却の庭に入りたいのか？対処法を考えよう。これで万全だ。即戦即決で行こう。怖くないよ。
うちの出番。争いに意味はない。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。生死虚実、一年の間、同天元気、超無一角。始めようか。ルールは破るためにある。即戦即決でいこう。はない。この機会を逃さないで。誘ってないけど。それ。強い刺激を与えることで潜在意識に対する防御を緩めるんだ。そうしないと君の記憶を複製できない。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。さまざまな報酬を用意しよう。ああそうだ、私が請求列車に滞在していることはできれば二人だけの秘密にしてほしい。私は君の仲間の前に姿を現さない。だから君も黙っていてくれるだろうか。その場合、彼らの記憶をブロックするしか。できればそんなことはしたくないんだ。心苦しくなるからな。また私に会いたければ鏡に近づくといい。何か見つかったか。ガーデンオブリコレクションのものがここに。列車にいるの。どうやら噂に聞いていた記憶の指令が実体を持たず姿を見せたい相手にしか見えないという話は本当のようだな。列車は奴らが好き勝手に乗車していい場所じゃない。追い出すぞ。ああ、俺も賛成だ。ガーデンと関わるなんて危険すぎる。記憶に関する取引も怪しい。私たちでちゃんと対策を考えるわ。安心して、パム。ああ、頼んだぞ。どうしたの？ちょっと待って。
れだけ頼んだのに、どうして彼らに教えたんだ？ああ、もう彼らの記憶を封じるしかないか。すまない。でも私に選択肢はない。君以外に私のことを知られてはいけないんだ。彼らの記憶から私に関するキーワードが見つかったら、一旦改ざんするしかない。どうして信じてくれなかったんだ？私は彼らを傷つけたりしない。でもガーデンには、私たちには独自のルールがある。忘却の庭に入りたいのか？騒ぎを起こしたくはない。対処法を考えよう。これで万全だ。下手に動くな。やっ、ルールは破るためにある。
生死虚実、同天元気、超無一角。はっ！争いに意味はない。即戦即決でいい。これで万全だ。誰かな。いや。始めようか。うちなかなかやるじゃん。対処法を考えよう。
これで万全だ。これで万全だ。下手に動くな。すべては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。聖子虚実一同天元家聖武一角。ルールは破るためにある。下手に動くな。始めようか。誘ってないけど誰かな。ついてないね。竜逃がさない。争いに意味はない。星々が私たちの名を記憶してくれる。この機会を逃さないで。それ！
対処法を考えよう。警戒して。全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。警戒して。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。ルールは破るためにある。あっ、警戒して。盛り上がってるじゃん。もっとついてないね。逃がさない。なってないわ。誰かな。この曲はあんた持ってる。うちなかなかやるじゃん。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目に行こう。うちのとっておきをくらえ。始めようか。誘ってないけど。はいになる。盛り上がってるじゃん。もっと。この機会を逃さないで。それ。怖くないよ。乗ってる。ついてないね。Thank you.
義がなってないわ。誰かな。こっからが本番だよ。もっと。うち、なかなかやるじゃん。良くもない。警戒して。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ルールは破るためにある。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。警戒して。誘ってないけど。この曲はあんたに。はい、になれ。始めよう。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。誰かな。もっと。いや、大したことない。殴ったね。準備はいい？反抗、陽動、霊落。ん？怖くないよ。ライブはまだ。たまには真面目に行く。うちのとっておきを食らえ。全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。礼儀がなってないわ。ついてないね。殴ったね。誘ってないけど。真面目にうちのとっておきを食らえ。いや、わっ、礼儀がなってないわ。それもっと知りたかった。
ん？